さあ今日はトラヤさんお得意の津軽弁で、いろいろ聞いていきたいと思いますけれどもね。お得意っていうか喋ってた普通の言葉だからね、別に特技でもなんでもない。特技じゃないんですか？特技じゃないよ、もうみんな喋ってるから青森行ったら。いや、それはでも多少、うん、薄れてはいるんでしょ？あ、もちろんもちろんもちろん、全然使ってないからね、はい、だけど、なんか何か私がものすごいことをやってるかのように思ってるかもしれないみんなが普通に使ってる言葉だから。スマターン始まる前さ1分間チャレンジっていうのしてらんだばって、踊ったり歌ったりエコ書いたりしてインスタグラムで上げてらんだけど、中村さんが胸キュンフレーズってのしてて、ワンネゴイのネゴイのってみんなさ言われてらのに、ワンだけシャドーボクシングしてけど、なしてワンだけ外のすねばまねのよ、どんなのねぐせえじゃんと思ったばって、頑張ってやってらはんで、よかったら見てけさすがですね。途中から何かわからない単語がたくさんありましたよ、今。インスタグラムわかるでしょ。いや、それでも内容はなんか、はい、なんとなく内容はわかりました。まあ、中村さんが、うん、可愛い感じやってるんだけども。そうそう、胸キュンフレーズでね、うん、可愛いって言ってて。なんか途中でね、うん、なんかわからない単語が 2回続いたんですよ。スマタン始まる前さ、1分間チャレンジテストしてランダバって、うん、踊ったり歌ったりエコ書いたりしてインスタグラムで上げてらんだけど、はいはい、中村さんが胸キュンフレーズってしてワインメゴイのメゴイの、それ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 ワインメゴイのメゴイのですよ。ワインメゴイのメゴイのか分からないです。ワインはワインは分かる。ワイン私、うん、ワインワインワーってこと。ワーメゴイのメゴイの、うん、め、あの いいな。メゴイって可愛いって言わない？あ、可愛い。メンコイとか言わない？ああ。重ねるから余計分かんなくなりますよ。あー、めごいのめごいのはいはい、かわいいのかわいいの。いやいや、これ面白いですよ、新鮮すぎてですよ。そうかな、結構ね、使えるよ、いつでもどこでも使えるよ、どんだんずとワイは。ワイは、あの、さっきの、うん、わーっていう。そうそう、だからもう素敵なプレゼントもらって、ワイ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 って、あと失敗してもワイワイ便利。そう、何でも使えるから。どんなんず、うん、どんなのそれ、みたいな。どんなんずどんなんずって言います。いやいや、どんなんずって、どんなんず、どんなんず、何それみたいな。今5回も噛んでるわけよ、どんなんず。なんで僕は5回も噛んでることになってるんですか。目癖じゃん。目癖、目癖、うん、目、目、目癖、目は関係ないよ。あ、関係ないですか。目癖、目癖、目癖、女性、いや、恥ずかしいってこと。目癖、あー、例えば語源がわからん。みんなの前でこう発表しては目癖とか。ああ、目癖やん。なんかこう恥ずかしい、嫌だなっていう感じ。ということは、どんなんず目癖、うん、と思ったばって、どう思ったばって、で頑張ってやってらはんで、よかったら見てくれ。何何、普通面白いこと一つも言ってない。いやいやいや、面白い。まあ今回でも津軽弁、うん、やっぱレベル高いですね。ネイティブ感が感じますもん。ネイティブだもん。読売テレビアナウンサーチャンネル、チャンネル登録お願いします。このボタン押してけー、うん、このボタン、このボタンもう津軽弁練習しちゃいますから私、うん、今後もよろしくお願いします。押してけー。